はい、どうもジンさんです。今回は朽木白夜のルキア大好きエピソードをまとめてみました。四大貴族朽木家の歴代最強当主、そんな自分は死神の規範となるために掟に準ずる考えを持ちます。要は冷静沈着で感情を表に出さないクールな近づきがたい印象の白夜ですが、義理の妹であるルキアを大事にしており、いわばシスコンの一面もありました。そんな白夜の妹思いな面をまとめてみたので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。白夜とルキアのほのぼのエピソードを話す前に、いやルキアのこと処刑しようとしたじゃんってのが頭になると良くないので、まずはあの時の白夜の思いを解説していきます。結論から言うと、白夜はずっと揺らいでいました。朽木家は始祖の時から規律を重んじる一族で、白夜もその当主として全ての死神の規範であるべきとの心情がありました。そんな背景がありながら、白夜は貴族以外の血を混ぜることが掟に反すると知りながらも、ルコン街出身であるヒサナと結婚しました。さらにヒサナの最後の願いにより、さらにルキアを迎えることになります。この時点で2度も掟に反した白夜は、父母の墓前で二度と掟を破らないことを誓いました。ただこの誓いが白夜を苦しめることになります。ルキアの処刑が決まった時は、父母との誓いや四大貴族当主としての立場もあったことから、表面的には従って行動していましたが、実はヒサナとの約束のこともあり、めちゃめちゃ葛藤していたのも事実です。現にルキアは一後に死神の力を譲渡したという事実がありながら、また自分がルキアのために動くとなると、下手すれば四大貴族没落になりかねません。なのでソウルソサイティ編で白夜の取った行動は全くおかしくありません。大事な妹を守りたいけど、俺の立場や誓いもあるし、どうしたらいいんだって感じで大体やっています。そんな中で全てを救ってくれた黒崎一護という存在は、白夜の中でとても大きなものであり、月島さんにつながるというわけです。お待たせしました。まずは最も有名なものになりますが、ルキア入隊時の根回しです。白夜はルキアを危険な目に遭わせたくない一心で、知人で温厚な浮竹が隊長を務める13番隊に入隊させました。さらにルキアは石棺の実力はありましたが、危険度の高いその職に就かせないよう圧力をかけていました。続いて朽木家で出される料理の味付けです。あることがきっかけで、白夜の好みの味付けが知りたいルキアは、朽木家の筆頭料理番に味付けを尋ねました。その時、白夜は辛めで、ルキアは甘めの味付けをと白夜が命じていたことが判明しました。ヒサナが甘い味付けが好きだったこともあり、白夜は目に見えない形でルキアを思いやっていたというわけです。続いてアランカル編にて、レンジとルキアが一足先にウェコムンドへ進行したイチゴの元へ向かう際、ウェコムンドまでの手配だけでなく、砂ぼこりがひどいからとマントを渡していました。レンジはそのついででしょう。そしてゾマリ戦では、ルキアに迫るゾマリに対し静かに怒り、死神としてではなく愛する妹を守る兄として切り伏せました。ちょっと前後しますが、劇場版第1作センナが登場したこの映画ですが、強国を脱出しなければいけない状況の中、敵に囲まれピンチのルキアでしたが、白夜が挽回をして助けに来ていました。この時が白夜の初登場だったので、白くんもいたんかいってなりました。これはセンナの動画を作った時に発見したので覚えていましたが、他の劇場版でもこういったシーンがあったらごめんなさい、思い出せなかったです。あとは最終章ですね。エスノトにやられた時もレンジとルキアを案じており、第二次進行では追い込まれたルキアを助けに来て、ルキアの危険な挽回を心配していました。この時、こんな挽回お兄ちゃん心配だからもう使わないでって思っていたかもしれません。最終話も久しぶりの休暇を楽しむルキアたちの邪魔をしないよう、自らユーハバッハの残滓の処理を担当しました。続いて小説 We Do Not Always Love You からです。というよりここからがメインです。この小説は千年決戦から3年後を描いた小説で、ルキアとレンジの入籍までと挙式の様子を描いためっめっちゃ面白い小説です。その中でルキアの結婚を祝福しサポートする白夜の様子も描かれていたのですが、これがめちゃめちゃ可愛いんです。まずはレンジとルキアが結婚報告のために食事会を開きましたが、そこのお代は全て兄様負担でした。お店の人は会計にビビるレンジに、お代はすでに頂戴しております、とあるお方からと、イラン気を使わせないようにあえて名乗らない兄様でしたが、当然その場にいた全員が察していました。また予約した部屋の内装がおかしいとひなもりが気づきました。座卓の幕板には見事な鶴が彫り込まれており、床の間には調理敬服の掛け軸、花器には白梅が生きられており、金屏風には見事な松が、襖には満開の桜が描かれていました。ちょっとやりすぎなぐらいめでたい内装だと、イズルは少しうんざりしましたが、これも猿お方、兄様の仕業でした。予約を入れたのが当日朝なのにこの様子、白夜にも伝えていなかったそうです。しかし使用人から聞いたのか、早急にこれでもかと祝いの装飾を用意したと思うと、白君がすごく可愛く見えます。招かれた副隊長たちは、
お祝いが過剰、祝い慣れてないの丸出しとつぶやきながらも、妹の結婚に舞い上がる一面もあるんだなとか、自身の元から離れる前にもっと何かしてあげたいと思ったんだろうなど、寡黙な男の心中を考察していました。実は白夜から祝福されていないのではないかと、今日までずっと気がかりだった二人はこの一件で胸を撫で下ろしました。続いては婚姻届についてです。四大貴族の場合、この手続きはかなり面倒なものとなっていました。それを知らなかった二人に対し、経験済みである白夜は使用人に説明させました。そして提出する当日の朝、白夜は蓮寿を招いて朝食をとります。おそらくルキアが朽木家として最後の朝食になるので、いろいろ思うところはあったのでしょう。そしてルキアにいつでも食べに戻るがいいとつぶやき、白夜はうっすら笑ったそうです。ルキアは当然泣いたそうですが、僕も泣きました。そしてさらにレンジに礼服をプレゼントしますが、これは隣を歩くルキアが恥ずかしくないようにと、あの人がやることは全てお前のためなんだと考察したレンジでした。婚姻届提出後、晴れて夫婦となった二人、そしてレンジに対しルキアを頼むと告げました。このシーンもやばかったです。その後兄様は続けて二人の挙式の準備も進めました。二人に溜まって勝手にです。白夜は四大貴族の婚姻が繁琐な手続きの連続であり、それに加えて式の手はずを整えることなど、無知なお前たちにできるとは到底思えるとツンツンしますが、これを聞いていた協力が、入籍するまで大変だったろうから面倒な式の準備はお兄ちゃんに任せなさいと翻訳していました。多分合っていると思います。あとは挙式となりますが、その前に織姫がルキアにプレゼントしたベール、それに縫われたイチゴの刺繍はブリーチのほとんどの登場人物が縫ったもので、白夜も例外ではありませんでした。しかし四大貴族当主に針仕事はさせられないと、使用人が白夜から取り上げて縫いました。白夜は何を思うのか、その作業をそばでずっと見ていたそうです。そして迎えた挙式当日、朽木家の再始電で行われた挙式は滞りなく進んでいきました。白夜とルキアはレンジが待つ場所へ歩き、やがて到着すると、白夜は幸せにとルキアにしか届かない声でつぶやき、ルキアをレンジの元へ送り出しました。もちろんルキアは泣いていましたが、僕も号泣しました。あばらいレンジ、自分にとって大切な妹のために命がけで立ち向かってきた男、刃も交えた二人の関係は語るだけ野暮です。白夜もレンジが相手で安心していることでしょう。本当におめでとうございます。以上、朽木白夜の妹思いな一面について語っていきました。動画の内容いかがだったでしょうか。他にも兄弟エピソードがあったら、ぜひコメントで教えてください。無事挙式も終了した二人の間には、あばらい一花という娘ができました。白夜からすれば姪に当たります。溺愛する妹の娘ということで、白君が平常でいられるでしょうか。過保護も過保護で、あばらい夫妻が困惑するレベルになる可能性もあります。娘を授かった時、興奮した白君は名前を考え出したのではないでしょうか。一花という名はおそらくあばらい夫妻が考えたものだと思いますが、わかめ大使の印象が強い白夜兄様の命名はちょっと怖い気がしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。